こんばんは。んんはあ、映画評論家の柳下基一郎です。映画ライターの渡辺真牧です。はい、えー。映画『大いい放題大放談』の第10回の<お>、えー、記念すべき第10回ですね。はい、時間が参りました。はい、えー。この番組はですね、えー、っとテレビブロスここ新刊、はい、ス新しいの,の出ましたねしい。いつ出るの？今日です。今日。 今日発売今日発売,今日発売ですね「沈黙の艦隊」特集号出てます、はい、これであのいつも、えー、映画表を書いてます二、えー、人がですね映画レビューを担当してる我々が、えー、今月の話題作そして、えー、見て気になった映画面白かった映画個人的な注目かについてだらだらと、うんえー、忖度たくなくなしでそうですね言いたいことすべて言う、うん、ということで、えー、やってる番組ですはい、はい、えー、毎月 月末近くにのこの時間7 <laughs>、はい、時ぐらいから<え>、えー、お届けしてます。<laughs> はい。あの、えー、まあだいたいね毎月月に一度再収集ということでやってるんですけど、ねえー、今月はですねなんとこの後うもう一回あります。えっと2月の29日の一応、えー、6時。はい。 えっとふ普段時まあ1時間早くなって6時ですねいろ、うん、んなショー <laughs> 大人の事情で大人の事情で18時、はいはい、11時1時間早くアカデミー賞のだ予想を、うんえー、またこの2人でやろうと思います、うんはい、今まではこのブロスの本紙の方でやってたんですが、うん、まあ もうどうせならユーチューブでやろう,、うん、やうという話になりまして、はい、でまああのなんでかなんでやる予想するかというと、えー、その後三月の十一日月曜日ですね月曜日の朝に <laughs> えっと第九十六回アカデミー賞があー発表になりますんでまあそれの、えー、生中継それを見ながらあのーえー、突っ込みを入れるというですねそうですねはい生配信朝の九時まあそれ四度目で、うん 今回が4度目になるんですがまあそれを始めたことがきっかけでこの言いたい放題そうそう大放談が始まったみたいな、まあ、最初ね<じ>最初はね朝9時から月曜の朝9時からなんで誰も見に来ねえよって言ってかなり雑な放送してたんですむっちゃ雑でしたね <laughs> かなりひどいんでまあもしですねそうそうそうあの、えー、興味がある方は <laughs> YouTube に多分上がって。 るのかな。そう過去の過去のまあ赤字が上がってますからね。あのぜひ見てください。僕は絶対見る気はありません。私も恥ずかしいから見ないです。もうなんか高校生が作ったのこんな映画一円すんじゃねえとかって怒ってるんで。そのこと言ったっけ？えこの前のなんか MMAFVFAFVF の時にほら私はタワ押しだったからもうプロが作ったのと高校生のアマチュアが作ったような映画でブーとかいう話を。 あ今またちょっと、はい、またやっちゃいましたがはいそれをそういうのをやる予定ですんで,です、ね、ぜひですね、えー、皆さんもそこを、まあ、今年のね、うん、まあいいやすりゃいいはいそれで、うん、また2月3月の下旬は3月の下旬で まあ高齢のこれをやります。いいか月ごとですね。よろしくお願いします。はい。あのコメント、あいやまずあのコメントとかをね、拾ってり拾ったりとかもまあできますんで、聞きたいこととかありましたらちょっとはい、送っていただけるとスタッフが拾ってこちらに投げてくれることになってます。で、今日のメニューはい、まずはマダムウェブですね。 で次はガイリッチのコベナント約束の救出、はい、あとは今年のアカデミーにもたくさん絡んでます、えー、落下の解剖学はいこれは、えっと、今週、アカデミーの方でも多分話をする。うんまあ、だからさらっとやるって感じで、うんはい、あとはビクトル・エリスの瞳を閉じて、ヤナ、はいまあ、ちゃんが見てます。はい あは見てないんで、はい、ちょっといろいろハードルがあって <laughs>、はい、<laughs> であと「カラーパープルと」と、はいまあ、あとち、えー、っちゃい映画なんですが、えーまあ、それぞれ見てるのを「ハンテッド」とか「えー、ちょろっと話をするかも」「年とか「ダムマネ」あたりを少し話して、まあえー、今回の「鳥」を飾るのは「某は恐れている」。 なんかね今回は長い絵長い映画多い,長い,が多いなぜだ長なぜだでも来来月の方が多いよえ本当そう本当だって来月あれがあるじゃん<え>あのオッペンハイマー三時間だからオッペンハイマーとデューンかデューン二時間四時間う,うわ <laughs> あ今月を負けてないですよボウもボウは三時間ですねにいや 2>, 2時間29あ<え> 2>, 2時間59分そうそうそうほぼ3時間じゃないですか3時間だけど <laughs> あとは別に2時間半なのに何何長かったのとかななかわけないです、はい、あとはそんなに落楽な会話をやって2時間半ぐらいなかった 2>, 2時間32分じゃ瞳を閉じてやって3時間ですよなんかみんな 今1日48時間何ですかねもうですかねみんなねもうちょっと考えてほしいですねほんと、ね、にね。というわけで,ではいじゃあまず1本目マダムウェーブですねえー、っとこれはさっきあのマキさんが MCU って言ってたけど MCU じゃないですからね。 これはソニーの「ソニースパイダーマンユニバース」という SSU えそんな <laughs> あるんですよ。あります、本当にあるんです。いやいや違うって<え>違うよ、本当に,本当にこ,これはまあ,あのソニーって何考えてるか全然おりには分からないんですけどなんか私が聞いた話だと,、うん、えと何年間かこうブランクがあったらいけないらしくて。うん だから契約は、ね、契約上、うん、だからなんか3年に一度は作らなきゃいけないみたいな、うん、そうじゃないとそのスパイダーマンの権利がディズニーの方に返っちゃうからそれでなんか同じことを何度も何度も繰り返してるみたいなだからスパイダーマンは今どうするか決められないんですよ、うん、決めてないわけ、うん、でそれは MCU との絡みがあるのかマー,あマーベルフィルムとの絡みがあるのかどうかわからないんですけど、うん、決められなくて あ、それでこれ、お茶濁しでやってる <laughs> はい、そうです。あまあでも、お茶濁しっぽい映画だったんで、<laughs> 申し訳ございませんが。<laughs> まあね、うん、私が言ったんじゃないからね、<laughs> いやいやいやまあね、だからまあそういう、なんか、本当にお茶を濁してる感じの、何のために作ったのかっていうのは、ね、ともかく今だからそれで、ソニーは、その、スパイダーマンはちょっとペンディングなんで作れない。 でも、その間何か作んないとまずいって言うんで、スパイダーマンに出てくるサブキャラクターとか、ヴィ、はい、ランとかの映画をずっと作ってるわけですよ。うん、で、この後、えーと、クレイブン・ザ・ハンターというね、うんうん、あれが8月に来るのかな<ー>一応予定ですよね。うんすうん、っていうねクレブン、クレイブンっていうのは、あのウエス・クレイブン。違う。<laughs> <laughs> すいません。あの、なんだっけ、えーと、スパイダーマンを狩る人なんですよ。お<ー>狩る人なの。 で,うん、うん、で最高の最高の獲物は誰だいないかクモだって言ってスパイダーマンを借りに来るっていう人なんですけど、うん、そいつが主人公でなんかなんか誰がやってんの知らないだ,だからそ,のそ,そういう人がさスパイダーマンがいたらスパイダーマンを借りに来る人がいるのは分かりますよ、うん、でも何かとりあえず借るぞみたいな人っていうからさ <laughs> 出てきてどうすんの <laughs> <れ>話じゃないですか。でこれマダム,ウェ,ブもさマダムウェブっていうのはその えっとスパイダーマンを助けてくれる、えー、予知の余智能力者をも余能力を持った盲目の老婆なのね。本当は。コミックではそういう存在として出てくる。そうなんだ。うん、で、なんですよ。うん、で、時々スパイダーマンを助けてくれたり、なんかよく分からない動きをしたりするっていうそういうサブキャラクターなんですけど、うんうん、だ今回それのえー、っとエピソードゼロっていうか。 その前日さみたいな話なんですけどマダムウェブになるまでの話だからこれああ、じゃあダコタ・ジョンソンがあのま、ー、ま老けていったらそうそうそう最後最後目悪くなってうん。うん、なんか「デアデビルだ」と思っちゃったけどそういうことか、うん、だからでもそんなさこの人がさだからでもさマダムウェブって今回は映画にも初めて出てくるわけよ映画、うん、これまでの映画に多分出てきてないと思うんで だからそこでね <laughs> あのこの人が、この人が将来学ぶウェーブになるんですって言われてもさ、うん、2004年だから20年後には学ぶウェーブとして多分活躍してるんだと思うんですけど。でも役者が変わるの、その時き <laughs> いや、まあね。だごた上手はやる気なさそうな感じでやってましたからね。<laughs> なんか緩かったですね、全体ね。うん、全体的に緩いよね。うん まあでも名前がカッサンドラっていう名前で、はい、なんかねそれはカッサンドラクロスっていうかカッサンドラクロスってもともとギリシャ神話の,はの、あのー、預言者で、はい、ただ預言は 当てられるんだけど、誰も信じててくれないいっうかんかなに呪いいいをかかかかかけれんだど。ゼゼウウススじじゃゃなななな。パパもしね。あちちこにに種まきくっってアポロた誰求婚されたんだけどそれを拒否したんで神様が例によってギリシャの神様は大体わがままだから信じなくさせてやる。 その名前から取っててあそれはなかなか粋な名前だなと思ったんだが、うん、じゃあ予言することを誰も信じてくれないかってそういうわけでもなかったよね, <laughs> あ,ね <laughs> あれとか思っちゃったんだけど、うんうん、まあこれはいろいろとね謎が多くて多くて多くて僕一番やっぱりどうなのと思ったのはタコタジョンソンずっと車泥棒ばかりしてるっていう。<laughs> 公共のタクシーとかさ,とかさ救急車に盗んだらいかんでしょ盗んだタクシーずっとのそまあ車持ってないのか<う>まあ持ってないんだろうね多分ねでも盗んでそれが問題に全然ならないんだよね、うん、誰か追いかけるとかさ、うん、どうかしてくれとか何も言わないから。うん なんかね,んかね社会性に欠けたりはって言えてい <laughs> 言えるかかもしれないなんか全体にこうさ、まあ、そのね牧さんが文句してたのがその要はその予言予,予言というかそのビジョンを見る未来予知をね、うん、未来予知能力があるんで未来予知をしてしたらその後そのシーンが来る。 じゃないですか,だか同じシーンを2回繰り返してるんで毎回繰り返すんでそれ無駄に話が長くなるんですけど<う>でこの人のダのタコタジョンソンっていうかキャッシーのをやることも大体同じようなことを2回ぐらいやっててなんか弾まないんだよねだからアクションもアクションとかさ同じことを毎回<う>また同じことやってるよと思ってれこれ予言か,<た>予知かみたいなこのなんか3人の高校生が1ミリも可愛くなくてさ <laughs> それ <laughs> で,でその可愛くない子をあんまり他人に興味がないっていう設定の彼女がなぜ,なぜそんな一生懸命助けるのみたいなのってね。っていうかさ妙に熱くならない映画だって、ね、いや難しい,ってい難しいんですけどそのこっちはね一応キャシーがビジョンを見てあ未来予知をしてでそれを防ごうとしているっていう話だから、うん、一応その設定は分かるんですけどその3人の女の子たちにしてみればさ、うん そのいきなりあ「あなた危ないわよ」とかいきなりおばさんが来てさ「危ないよ気をつけなさい」とか言われるわけじゃないですかそう初めてのおばさんで、ね、見たことない人でここで3時間後にかかあの帰るから待っときなさいとか言っても普通待たないよ、うん、待たない <laughs> <laughs> よく言うこと聞いてるな <laughs> この子たちとったらさ突然 あののテーブルの上で踊るそりゃ君たちやりすぎだろう、わかんない、2003年の女子高生、ああいうことをしてたのかもしれないです。ですね、ダイナーに行ったらダンスするね。<laughs> っていうか、ダイナーの人、文,文句言わねえのかよってそう、私もね、<laughs> 従業員の人がやめてくれって言えよってってい、いい加減にせえやと思ってだからやっぱ社会性に関係ようなんだよ。いや <laughs> <laughs> いや。いや

行ったところに、うーんとか言って、いきなり思いついて、本当思いつけてさ、うん、あの女の子置いといてで、ちょっと行ってくるからって言って、三時間ぐらいで、三時間ぐらいで行ったような感じだったよね。バスのバスで行っちゃってさ、<laughs> <え>そう前半とお母さんはすごい。 なんか探検、ね、テントがあって探検していったのに彼女バスで行っちゃうんだとで行ったらなんかその。待ってたぞとか言って。ね種族の人がいるんだけど <laughs> これはいなせないヒッピーみたいなおじさんで <laughs> もう英語ペラペラに喋ってて <laughs> えこれペルーになんであんたんいるのとか思わなかったまあ普通はねねああいうところで、ね、その うん、まああれはなんかそのくなんだっけなんとか族荒くれ族じゃないやなんかそうそうそうなんかクモ族クモ族ねクモクモ人間たちの、うん、あの集落とかにいくんで黒人のイナセなのおじさんだって、うん、英語喋ってるし英語喋ってこんなス,スーツじゃないけどおしゃれな洋服ってヒッ、まあ、やっぱりあの千九百七十三三十年経ってますからねだいぶ文明化したんじゃないですか、ね。<laughs> <な> <laughs> <laughs> そうやっぱ社会性 <laughs> いやいや社会,社会性身につけたんですよあの雲底は <laughs> はいということでまあそういうぜひ見てくださいね,ね116分っていうとこは良心的よ <laughs>、はい、でこれ、はい、コベナント、ね、約束の救出<月>はい今月で私が一番良かったのはこのガイリッチのコベナント <laughs> <laughs> 一番良 <よ S 2> かったって言っちゃったら他はどうなんだよっていう, <laughs> うまだこのあとこの後との映画があるので、ねね、すいませんね、はい、あでもあれもノーウェイアウトも好きです本当、はい、でコベナントはあのリッチなんかいつもねあのー、いろいろいろ,いろちぐ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 ちやってるのに全然やってないんですよ <laughs> <laughs> やってなくて正統派のちゃんとしたあなんかねでしかもなんかあの イギリス人イギリスの戦争映画っぽいじゃないですか。や思ってもアメリカ映画と違うなと思って撮影とかのせいなのかもしれないんですけどイギリスのちょっと小粋な戦争映画とかあったじゃないですか昔アクションがね派手じゃないからね全然割とそういう感じだなと思ってだから最初あの。 あの襲われるとこのあそこの緊張感とかも結構良かったよね私外立こんなことできるのに <laughs> 今まであんた何やってたのとか思っちゃってましてやねその今月今月っていうか先月か、うん、あのえこの前に公開されたのがさ ジェイソン・ステイサムのさジェイソン・ステイサムがワインのうんちくを語る,、うん、を語,る語るっていうありえない状況の <laughs> なんだっけ <laughs> <で>あれひどかったよねあれひどかったとは言わないですけどまあねなんかその全然普段のねゆるい感じの映画だったんで、うん、普段にもましてゆるかったんでえこれもどうなのと思ってたらんですけど見たらちゃんとしてて<う>ちゃんと映画作れんじゃんガイリッチーとか思ってそうなんですよ見直しましたね <laughs> いや、もともと。でも、この人、ほら、あれも作ってるしね、アラジンも。アラジンでいいんだよね。あのディズニーのアラジンとか作ったじゃん。あ、え、実写の本。実写の本。ガリッチだっけある。見てないよ、俺。あ、見てない。見てない、すみません。普通の映画。だから、それは。褒めてんのか、それは。あれはね、良かったのは、空飛ぶ絨毯が出てくるのよ。俺がね、あの。 浜辺で砂の後ろを作ってるのがむっちゃ可愛くてあのグッズがあのフィギュアが欲しいって思うぐらい可愛かった。<laughs> まあそれはいいんですが、はい、でコベナントはそのコベナント契約とかいう、はい、そういう意味なので、うん、なんか非常に、えー、いつものようになんていうの妙に厚くないんですよ、うんこう。距離感をちゃんと保っててそのー 友情なんだけどその前に契約としてこれがあるからやらなきゃいけないっていう、うん、なんか2人のあの関係性が、ね、あ契,約契約っていうとあれなんでまあその人間としての約束約束っていうかあれですよね近いみたいな感じですよね。でなんかあのー、プレスを読むと、えー、このアフガニスタンので通訳を現地の通訳を雇うと。うんうん あのー、まあほら裏切り者って言われるじゃない,はい、はい、だからそういう通訳をやってくれた人とその家族には、うん、あのー、ちゃんとアメリカのビザをあげてアメリカに来れるようにっていう条件で雇ったのに、うん、アメリカはそれはあんまり実際にね実際にしてなくて、うん、そのドキュメンタリーを見て あの外立はあそんなことがあったんだと思ってこれ作ったらしいのうん、うん、だから映画の中だけでも俺が <laughs> 約束を守ろうと思ったのかなかわい,いなとかねあのー、まあそのこれ結構そのでも苦い苦いっていうかあのハッピーエンドじゃなくてさ結局、うん、まあそのまあこれ結構話もそう途中も面白くてその。 最初は、えー、その通訳の彼ダール・サリムっていうの人がやってる、うん、アーメイトが、うん、その負傷したチェークネンホールを100キロぐらいずっと一人で引きずっていくっていう,そ,うめちゃそこが結構あの見せる場になってるんですけど、まあ、それは助かるのは分かってるじゃないですか、うん、時間も少しね、うんで。それでやってでガンやっ,ぱりって救ってで気がついあの彼が気がついたら。 あのもう病院でっていうか2週間経ってアメリカに戻って気が付いた。うんうん、でアーメンでど,どうなったのって聞いたら「いやなんか有名になっちゃったんでよく分かんないんだよね」って言われたんで「うん、ええ!」とか言ってで俺は絶対彼を連れ返すんだって言って、まあ、もう一度アフガニスタンに戻って一、うん、人で頑張って探してそのタリバンの中で、ま、た救い出すっていうでやるんですけど、まあ、それはそアクションはすごい面白いんだけど同時にさ救い出してて。 で連連れれててて帰帰って、うん、アメリカ連れて帰りましたでもアメリカでいったら今度はさ周り何もわからない、うん、あの本当にそのポンと一人アフガニスタン、まあ、そ彼とは一生の友情で結ばれてるかもしれないけど、うん、それ以外誰も知り合いいないわけじゃないですかままあねまあの家族はいるね家族はいるけどそ家族もさそれまでの生活はべて切り離されて、うん、いきなりアメリカに放り込まれちゃうわけでしょ。うん 全然そのさ終わった後これハッピーエンドでも何でもないよねっていういや私はハッピーエンドだと思った当？いよアメリカに行ってもいいことないよ何もと思わなかったでもこ,こ,ここにいるよりもましだ、ね、いやもちろんですよいやもちろんそうだしうどこへ行っても生きていけるんだっていう話ではあるんですけどなかなかその単純にアメリカ行けたらハッピーっていう感じでもないよなと思あ、まあ、ねうね、ん、だからあのー、ジェイク・ギレンホールが えとなんか呪われたっていう言い方がすごく良かったなと思って彼に命を助けられたおかげで。 もう呪われてしまったなぜなら彼のことが頭が上がったもう頭から離れなくて毎日うなされちゃってるっていうところがやっぱ今まで割とあいつを助けなきゃみたいな感じだったけどちょっとネガティブな感じで言ってるのがすごい良かったなと思ってなんか「えあんたにそんな価値観はあったの?」とか思って社会的に <laughs> ちょっと驚いちゃったこういう映画これから作ってほしいなと思って。はい、もこれは いよくてで123分良心的ですね <laughs> <laughs> でこの中にちゃんと収まってるんですよね、うん、一応アメリカでまた出てくる奥さんが男前でかっこよかったねうもう外立が選ぶ描く男女の子もかっこいいかっこよかったですよかったですね。うん、<う>おすすめです大丈夫。はい。です え、まだあのまだあのまだ早いな、最近。早いな。映画は長い、映画は長いに喋る。いや、俺、本当と、すみません。あの、あ,<れ>あと、あれが良かったですよ、うん、この映画。あの、アフガニスタンでさ、最初にあの頼む、頼りあの、頼りにならない。 民間軍事アフガニスタンに行った時に助けに行った時に民間軍事部隊さ初めて靴を脱ぐよあれはあれは受けたねそうだからそこら辺気が利いてるねそうなんですよねよかったですそれでんかイギリスんだかんだ言いながらイギリス人がいっぱい出てるところもよかった意外とねまあアフガニスタンイギリスも 言ってますからね。うん。ユースにも言ってるんで、まあ他人事ではないんでしょうけど。まあでもよ、あの、本当、えー、アメリカの話で、アメリカの話からできたのかね、わかんないけどね。まあ、良<ー>かあの、うん、おすすめです。はい、次の映画。そして、いいよ。ラッコの解剖は。ラッコの解剖、これ。あ、まあ、これは、今回オスカーにすごいノミネートされてんじゃないの?。八分ぐらいですか?。 作品監督、主演女優、<っ>脚本賞、編集賞、これ5部門だけえ俳優ああ、そうか、主演女優賞だけか。サンドラ・ヒューラーさんね。あまあ、取らないね、はい。いや、それはいやいや、取るかもしれませんよ。<laughs> うん、まあ、私も取らないと思いますけどね。<laughs> <laughs> はい、これはですね。これはあの、えーっと フランスの奥地アルプスのどっかリオ,ンっリオンの頂上けっその前に、はい、カンヌ映画祭のパルルムドールですよ今年のさカンヌ映画祭ってすんごいえさ粒ぞろいの出品で今年去年ごめんなさい去年のカンヌ映画祭って、うん、すごい粒ぞろいな作品で何がグランあのだ粒ぞろいっていうか有名監督の作品がずらっと並んで。うん で何かグラン、あのー、パルムドールって言われてたら、うん、これだったっていうみんなびっくりえそれ何っていう感じのあ,あそうというかまあ見たらそれ何っていう感じじゃないですかあ,あそういう、はい、ああそうだね、うん、そういう感じだったと思いますよ確か、うんえー、でこれはその何だっけ、えっと、アルプスの山荘雪の中の山荘みたいなところで、えー、夫婦と子供あのー、めん 目が見えないのかな。うん、子供の頃の弱目が見えない。目ほぼ見えない。見えない子供<年>、うん、少年、11歳の。はい。3人で暮らしてるんですけど、うん、まあその、えー、お父さんがあのある日、えー、2階から転落死して死亡しているということで判明が分かって、まあ、うん、そこにはその目の見えない子供とお母さんしかいない家だ家なんで。 それは事故なのかあの、えー、犯罪なのか、うん、犯罪だとしたら容疑者はお母さんしかいないまあね、うん、お母さんが突き落としたんじゃないかっていうもの,の裁判、うん、まあそれをそれでまあ最終どっちなのって言ってたらまあ起訴されてえ裁判がこれることでまあその裁判の裁判劇っていうことですねこれ公開されたばっかじゃんあ今日、はい、です 三連休の前にこの。本当。<22 3? S 2> まあ、ね、もちろんネタバレはしませんよ。今<ー>今言ってる話はあれですから。え何？別に、ね、今ネタバレしそうになっちゃういやいや。ダメですよ。ダメ。<laughs> 今二二三で見別にいつ <laughs> い,いつ公開だって,ってこれネタバレしちゃダメです。はい。すいません。<laughs> ましてや、こんな映画。コベラントは救われるの分かってるらいいですよ、これは。まあね。誰が見たって救われるに決まってるんで、これで、これで間に合いませんでしたとか言ったら、そんな、そんな話あるかっていうこと。まあ、それはそれでね。それはそれは面白いけど。まあ、減りたうかもしんない。まあ、ガイリッチはそんな映画撮らないです。この話はネタバレしない方がいいと思いますよ。はい。で、まあ、なんか、長いんですよ、これが。152分あり。1時間32分なんだよね、これね。 なんか私、最初見るとき106分ぐらいだって勝手に頭の中で終わらないからおかしいなと思ってみたら <laughs> 1 5 2分もあってこれ、あれですあの、えー、と主演女優の、ねえー、サンドラ・ヒューラーさんこサンヒューラーでいいのかなザンドラ・ザンドラザンドラヒュヒューラーかなドイツの女優さんなんですよね。ドイツ人で <laughs> そうそうね。あ,<の>あドイツ人って出廷だったね。実際ドイツ人,ドイツ人なんですよ。でその「さよならトニー・エデルマン」見てないんですけど<あ>エルドマン見てないです。あ,あれも長かった。<laughs> 長さしか覚えてないの。<laughs> ちょっとあれもえー、これなんでこんな長いのとか思っちゃう、まあ。まあ,あのそこら辺とか、まあ日本ではそれぐらいですけどあれ,あれは全然面白くなかっためん これはあの、うん、か彼女の演技を見るようにそう。たう彼女が、まあ、あの大女優さんのめ熱演ぶりを、まあ、見るというだから、まあ、<す>その主演女優にノミネさるのは、まあ、分かるよねっていう感じの演技はすごいそうです、ね、あと子供、子役良かったですよあ子供もかったですから演出はそのストーリーをどうこうっていうよりは なんか俺はやっぱりあの俳優の演技を俳優にどんだけこう気持ちよく演技させてあげる映画なのかなとあそうなのうんいやそうなのっていうかいや見見ててねそうかなと思ったっていう話です <laughs> いいとこ探せばね <laughs> そこまで言う <laughs> あごめんいやいや広 <laughs> いそれな、はいにに楽しみました、はい、ちゃんとねまあ、今日今日から公開ですからそうです、ね、見てください皆さんねはいあなんかいろんな解釈あるみたいだからあそうそう、ね、うん いろいろね、これは事故なのか、あの犯罪なのか、何なのかな、なんか夫婦仲が良かったかどうかもね、うん、重要になって、なんかこう、ういろいろこう、してるシーンが、なか,なかなか怖いもんがあってね、うん、映画を見てるとね、どっちなのかしらみたいなことを考えながら見ると、面白いんじゃないですか。とにごですね <laughs> はい <laughs>、はい、じゃあ次、うん えもう次行っもうエいル <laughs> ちゃんの好きな3時間の160分の瞳を閉じて、はい、瞳を閉じて、はい、見てませんみな見ないんですかえミツバチのささやきってみんな好きだよねああそ、はい、別にあそうフランケンシュタインが出たとこはいいなと思ったわけで <laughs> ビクトルーエリスねええー、私はこっちはエルスールの方が好きですけどあエルスールって水を探すやつね あれあのシーンしか覚えてないけどよかったあエリスの方がまああの本当好きなんですささん最けど今回はですねその、えー、ビクトリーエリセ1年に1本しか取らないビクトリーエリセが<え>なんと十年に1本と思っていたらなんと三十一年ぶりにマルメロの洋行があ,か<ら>あれ彼なのそうです見たわ見てんじゃん見たらあれフランス映画社だったでしょはい 自写室で見たら隣にどうも画家の夫婦みたいなのが来てて、ええ、こうやってこうするのねと二2人ですっごい盛り上がって話してるの <laughs> そっちの解説を聞いてる感じだったほ <laughs> おおそうやってこの映画を楽しむのか」みたいな感じだった <laughs> なんか内容覚えてないんだけどその夫婦の会話が非常に耳に入って <laughs> 普通だったらそこで怒るじゃん。静かにして でもとても面白かったんですよ、<laughs> こんな感じで。変わったあのあの映画体験をしたんで、よく覚えてます。<laughs> よく覚えてる。<laughs> あでも映画,を映画覚えてて。イリセの映画見てさ、<laughs> フランケンシュタインとダウジングとそれ、覚えてる。覚えてること。 いやどうしたんなんと言え申し上げればいいのかわからない <laughs> すみませんそんなんで映画語るなんて思わないでくださいね<笑><笑>いやいいですよ別にエリセ語れとは思いませんから <laughs> だからほら最初から放棄してんじゃんねはい、はい、これはね、あのー、何がこれ今回売りが一番がねアナトレントが出てるっていうえこのこのこの子がアナトレントなのこれ違いますよあこれは違うな違う違う あのなんといっても、えーあの「三橋の佐々木の、ね」の女の子が、まあえー、とみんながみんなねみんなみんなロリコンがみんなロリコンが本当懐かしいシネビよね美 <laughs> ですよね。いやもう完全にねこれねあのもうそういう人向けな映画なんで えどの話ここの話こロリコン向け違う違う違うミツバチのささやきをシネミマンで見た人向けってことですよ。あ<ー>見た人は今あアナ・トレントが、まあ、もうあの中年初老初老までいかないかな、まあ中年女性として出てくるんで,でちょっとつい面影を探しちゃったりとかしてね見てで ミツバチのささやきをやってたみたいな、はい、その後女優としてもやってたのやってましたよあやってたんだカルロス・カルロサウルの映画とか日本にも来てたあそうなんだまああのやなんか少女の頃時の,あの,、まあそのまあ、当たり前なんですけど、うんまあ、顔はだいぶ変わってますから普通の,の女性になってたんでですけど、うんまあ、今回やっぱり満を持してビクトル・エリス作品ですからねそこはいっぱい出るの でまああの、うん、結構、えー、と重要な役であそうなんだ、うん、なんか聞いた話だとなんか映画のビハインドみたいな話なんですよね、まあ、映画制作っていうか映画映画を撮ってる最中にその主演えっ、ー、と男優がいき、ね、ある日ふっと消えて行方不明になっちゃってでそのまま映画も中断して彼は映画監督を辞めてうん、うん であのなんか翻訳とかやってるんですよ、うん、翻訳やったり小説書いたりとかしてそれがテレビ番組で「あの人は今」みたいな番組で「うん、てあの人は今」っていうかなんかあのしゃミステリーあの、えー、世の中の,その不思議発見みたいな番組であの映画最中に行方不明になった俳優はどうしたんでしょうか とかいうそういう番組が、うん。世界中でやるんだね。るそう,うのに<で>よって。そういうのによって、それに、うん、まあその監督が呼ばれるわけ。うん、呼ばれて、あの時の俳優はどうだったんですか当時のフィルムありますかとか言って、うん、まあありますけどフィルムとか言、まあ、別に彼は、まあもう、あまり思う、もうそれはある意味過去のことなんで、うん、してるんで、うん、まあ別にいいですよと淡々と答えて。 別にあ分かんないですけどねとか言って死んだという話もマフィアに襲われたとかいう話がありますがとか言っていやそんなことはないんじゃないですかねとかなんかそんな感じで歌い歌いしてたらテレビを見た人があの人にそっくりの人がうちにいるんですとか言って、うん、この人だと思うんですよとか言ってリアルタイムに電話をしばらくしてくるる<ー>、うん、それの,その行方不明になった男優元男優の、うん、娘がアナトレンという。 でてそのこの人はお父さんでもお父さんといっても全然あの記憶も何もなくて二十何年前なんでもう関係ない人間なんですっていう感じなんですけど、うん、まあその人その果たしてその人は本物本当のでそれ記憶喪失になってるあの記憶喪失になって、えー、養老院みたいなところに入って、うん、手の手伝いをしている。 でそれで、えー、いうのをまあずっとその2人で行って話をするっていう話なんですんでもその映画撮るのをやめたあ映画監督っていうのが、うん、まああの別にビクトリー・レイスをやめたわけじゃなくて単に撮ってないだけなんですけど、うん、<laughs> まああの。あっ彼と重なるも まあ割と重なるし、だからファンは嬉しいんだね。ファンは嬉しい。まあそういう人向けのやつ。あ、はい。<laughs> <laughs> いいです別に。<laughs> 私は面白かったです。え、瞳を閉じてっていうのは現代も瞳を閉じてないのこれ？そうじゃない？そんなん閉じてじゃないと,思とこの人閉じてるよね。いやまあだからその写真を選んだんでしょこれ。うか瞳を閉じてちょっとちょっと意味違うと思うんですね現代は。 百七十分、百六十九分あります。百六十九分ですよ。はい。はい。次。次、あ、次は。それぞれが見ている。まあ、柳下さん。あれは、あれはいいんじゃない。カラーパープル。カラーパープル。カラーパープル。すいません、ちょっと、これ見て。間に合わなくて。はい。カラーパープルで。なんか、今年の。なんか、薄かで。結構、頑張るんじゃないかって言われ。 出たみたいなんだけど、うん、まあ役者が何人かノミネートされてるね。あはい。カラーパープルだからえっ、ー、とスピルバーグあだもえがあの1980何年、うん、80年代ですよね。スピルバーグの低迷期と言われてる時期の <laughs> あの映画ですけどにえっ、ー、と映画化したアリスウォーカーの小説、ね、はい。 でそれが、えっと、ミュージカル舞台になったんですよね。でミュージカル舞台になってその、えー、映画化、うん、だから、まあ、スピルバーグはのスピルバーグ版はあの違うんですけど違うっていうかそのも,ともともとはその、まあ、順番からいくと,、えー、と原作スピルバーグ版ドラマ、えー、とミュージカル映画なんで。うんうん なんですけど意外とスピルバーグのもちゃんと当然ながら見ててスピルバーグからスピルバーグのせいでこうなったんだろうなっていう演出も残ってたりとかします、うん、私スピルバーグの中で唯一見てないのは <laughs>、うん、私の人生に関係ないからと思って <laughs> <laughs> で、まあ、映画見,見たらそんなに。うん まあ関係ないじゃ関係ないんだけどあの音楽とかは結構良かったし、うんそれなりに面白かったそれなりに面白かいやいやあのいや普通に面白くてスピルバーグよりスペルバーグのパンより全然いいじゃんとこいやスピルバーグパンよりあそうこっちの方がいいなと思いましたピュリッツァー賞かなんかもらってんだよね原作違ったいやそうえ分かんないなんかなんか賞も出ててこれあのなんだっけそうそう この間もちょっと話をしたんですけどそこで言い忘れてたのがこの監督さ、うん、えっとねブリ,ッツ<い>ブリッツバザウールっていう人なんですけどあ,あのえっ、ー、とあれですあのビヨンセの、うん、ビヨンセのなんかあれは映画なのかな映画なのか映画なのか長い PV なのか、うん、まあ映画,映画なんだろうな。 日本でやってないと思いますけど、うん、ブラック・イズ・キングっていう美容師がかい作ったあのえー、なんか映画,あの映画というか PV の監督な人なん,、えー、なんですだからそこでもやっぱりなんかアフリカそのブラック・イズ・キングって言ってアメリカ国人のルーツのアフリカからのルーツみたいな話なんですよね。 そ,のそれは、まあ、そのビヨンセが語ってるんで、うん、ビヨンセの原作監督監督じゃない音楽だと思うんですけど、うん、だからそういうのをや,そのやってるぐらいなんでなんかそっちの,そのアフリカルーツみたいな話が結構あのアフリカルーツとそれがその、えー、アフロフューチャリズム的な、まあ、その幻想のアフリカルーツみたいなものっていうのが、うん、まあ今回の映画ミュージカル版にも反映してて。 そこがなるほどというかか面白かったなだからなんであのアフリカに行くところが何なのっていう特にスピルバーグ版のとかで見ると<ー>スピルバーグのやつで見るとなんか本当にアフリカに行くんで、うん、あのなんでそんなアフリカの話とかすんのっていうことになる感じになるんですよ。うん、あの子供の 子供っていう今回さアフリカの話ってほとんどないでしょそうだ、ね、ないっていうか手紙で来るだけだから、うん、でなんか当人たちが最後来,たで、ね、最後来てでその時にアフリカの格好してるんですよっていうことで実際のアフリカの風景って全く全然出てこないんですけど、うん、それが多分正解でアリス・ォーカーがどうなったか思ったか知らないんですけどスピルバーグ版だと明らかにアフリカになんでアフリカ行くのっていう感じだったんで、うん、今回本当にその幻想というか。 その理,、えー、理想の地としてのアフリカっていうねうん、うん、ことがはっきりしてたんでそれは良かったんじゃないかなと思いましたね。なんか私は、まあ、まあ初めて見たんで,、うん、でも激動の時代なんですよ1920何年だから第一次世界大戦から第二次世界大戦が終わって1940何年ぐらいまで,うん、うん、で激動の時代じゃないですか。 第一世界大戦で、うん、大,大,大恐慌もあってなんだけど社会性ゼロなだ <laughs> から新聞とかも、まあ、ちょっと出ても別にそれをこうアップにしたりすることもないしただ何年何年って出るだけで全然ないんだよね。うん、それに結構驚いて、うん、えなんでこんなにないのとか思って。 関係ないんです。そういうそれが言いたいの。いやいやいや実践だからつまりあれって。ああいう人たちにとっては日々生きるのが大変だからってこと。まあそれもあるし、あ,あのあれ黒人の女性じゃないですか。だ二重に差別されてて。 黒人で黒人がある上にしか,しかもその黒人の男たちはみんな女性をぶっ蹴ったり殴ったりするようなやつらしか出てたこないんですよ、うん、ので,でそのお前らは家の中にいろと家の外のことは興味を持つなっていうふうにその言ってくるわけじゃないですか。で,でだからそこでその二重に、うん、二重に差別されてるってことは当然二重にこう。 上から蓋をされてるんで、うん、世界世間がどうなろうと、うん、あのアメリカが戦争に勝とうと負けようと,けっと関係ないとか、うん、ああそういうことなんだ。でもそれだったらだん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 彼らのあの意識も向上していって、うん、本人がほらパンツ屋さんみたいなあの洋装店開いたりとか、うん、自分でお店持ったりとか、うん、もちろん旦那と離婚してみたいな、うん、あるじゃない。そしたらそれと同時にだんだん社会に向けてのこう あれが広げて広がっていきゃいいけどずーっと閉じられそこだけはずっと閉じられてるじゃない、うん、だから、まあ、最後はこれ言ってもいいのもう最後はもう大断言で「はいはい、わーい幸せ」って言うからこのファンタジーのつもりで描いたのかなとか思ったぐらいで私 <laughs>。 だからちょっと、八や野ちゃんの話はそれわかるんだけどでも、それだったらだん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 こう社会の目を向けていくような、うん、話があってもいいような気がちょっとしたけどね、まあ、でも、なかなか難しいよ、ねまあ、その一応、の話の中ではメンフィスにあの、えー、シュグっていう歌手と一緒にメンフィスに行くっていうところで。 こ,このその閉じた世界から抜け出すというねあ確かにそれはあったけどね、うん、だから新聞も出てこないし、うん、ほぼ出てこないテレ,テレビも全然ほ当んあテレビないのかのだっテレビまだないんじゃないかラジオとかも出てこなかったよね、うん、まあ世間で何が起こってるかと全く関係のない世界というねまあでもあの 私あのミュージカル得意じゃないんですかったよかったしこれも本当にスピルバーグ版と見比べてもらうといいんですけど歌にするシーンと歌に意外と思ってて最初にあのミュージカルにするミュージカルって聞いた時に思ってたよりも、うん、歌が意外と少なくてドラマが意外と多かったんですという気がしたんですけど。 その歌にどこを歌に持ってってどこをドラマで見せるかっていう主旨選択がすごいうま,いうまく決まってるなとミュージカルってドラマが止まっちゃうから、うん、歌いだすとだけどそれはなかったね、うん、確かにいや意,が意外と意外とって言っちゃ申し訳ないんですけどすみません面白かったで,でもミュージカルが苦手な私でも OK でした、はい、よかったですはいそして、はい

その銃持ってるのにわざわざそれ捨てて捨てて戦うとか <laughs>、まあ、今さっきちょっと話してたんだけどもうなぜほら素手で全てを解決しちゃう男なので、うん、あのー、何こう弾が飛んできたらどうすればいいのとかって初心者の人が聞いたらよ、うん、けろ <laughs> っていうねもう私ここのシーンがむっちゃ好きだった。 だけどそういうのも「笑えるのも」やっぱ3作目だから「うん、マドーンソクのキャラクターがも出来上がってて周りの人たちの反応もお約束なので、うん、そこがやっぱ見ててすごい楽しくってやっぱしかも大体い,い,いつも104分とか106分なのよで今回は「日本人ヤクザ」はいはい。 日本の役者が出てんのよ。うん、なんかよく知らない人だったけど、うん、なんか出てました。<laughs> もちろん、<laughs> んマドンソクにぐちゃぐちゃにされちゃって、ボカられるね。みたいな感じになるんですけどね。<laughs> <laughs> まあ、それが日本人的にはいいのかも。うん、なんか日本映画で見てると、なんかオーバーアクトってやだなとか思ったりするのに、うん、韓国映画で見ると全然、ね、何なんですかね。何なんですかね。わからないんだよな。<laughs> でも、まあ、そうね、v イシミとかだったらいいんですかね、日本のやつもね。んなんかよくわかんない。けどでも、でも、あの、い、いまだに。あの、えー、ゴールデンカムイに、うん、まあ、どんそく、つ、出して、出てもらえばよかったりと思ってるんですけどね。うん、え、どの役で。あ、なんか、でか、でかい人いるじゃないですか。でかくて強い人。い一番最初あ、あ、はいはい。はい。無駄に、無駄にでかくて強い人いる。うんうん、相撲取りじゃない、か、柔道家かなんか。 あれマド,ンソクマドンソクだったら別にね何でもいいいるだけでいいじゃないですかなんかさ <laughs> マドンソクってこうあえてこうでっかいのにすごい動きがそうそうそうあれなんか動き方が私ジョンベルーシーに似てるなと思ってジョンベルーシーも体で,でっかいけどステップとか踏むとすっごい軽いじゃないあ<ー>なんかあこの人ジョンベルーシーになれる東洋人だけど みたいな感じはちょっとしまして。マイクタイソンみたいと思って。ああ、マイク、それ。こ,このボクシングの人。ボクシング。そうそう<ー>マイクタイソンもすごい、あの、フットワーク軽い人。軽い。うん、<ー>めちゃめちゃ軽い。気持ちいいよね、あえあてでかいけど。うん、そ,うそ,うそう、そう、そう。むちゃくちゃ軽いっていうの。だ、うん、から、すごい、彼の特性をとても。生かしたシリーズだと思いましたね。で、今回は敵が二人。 前はほら、損息だけでも十分だったけど、はいはい、今回やっぱちょっと不安だったじゃない <laughs>、ね、日本人だけだったら。やっぱりちょっと。だから、もう一つ、もう一人敵がいて、まあ、二人と戦わなきゃいけないけど、うん、内容はいつも通りです。<laughs> <laughs> いつもの <laughs> はい、いつものマンドンソク。というところで、はい、いいですかね。じゃあ、これを。じゃウィルいいのいい、見てないから、まだ。 ああ、や、やなちゃん、まだ見てない。すみません、見たいんだけど。たしか、見る、楽しみにしてる人はいないかもしれない。そうですよ、今忙しくてさ。えと、なんていう人だった。え、東出君。東、東出。東出君のドキュメンタリーね、今、今やってるんです。これ、行かなきゃ、終わる前に行かなきゃいけない。すごい見たいんです。見た人います?。いない、いない、誰か、読者さん、読者、観客で、観客で。 ウィール見てないのかなみんな3人とか4人でヤナちゃん行かないと大きいよね行い,き,いよね <laughs> 行きます、はい、あのシニア料金ですけどねシニア料金60歳過ぎてシニア料金はい、はいはい、じゃあ、はい、そして5番目はいこれは先週公開ですね「はいえー、某は恐れている179分、えー」アリアスター監督の最新作アリアスターさあのなんか巨匠っぽいんですけど3本目なんですよね うん、一番最初がだヘ,レヘレディタリーあああれかヘレディタリーミッドサマーでこれですからまだ3本しか取ってないんじゃん、うん、こいつとか思ってそれで突然3時間まあ前も長かったしミッドサマーも結構長くてあれも長かったっけ長かったあれも2時間以上あった2時間20分ぐらいあったんじゃないわか、うんないけどまあなんか好きな人結構いるよね ええ何がうちもあの嫌いじゃないですよミントサマーも嫌いじゃないし<ー>ヘリディタリーはあの年の,の記憶に残るぐらいの、えー、大嫌ない超嫌ない映画だあだから「アリアスター」って、まあ、これも見て思ったんだけど、うん、やっぱ家族のトラウマで映画作ってるような人はそのヘリディタリーの時に何だっけその家族お母さんが。 宗教あ,あと宗教なんか信仰宗教になんかお母さんはハマってたのかね <laughs> いや何かなんだっけ僕、えー、とお母さん,んミュージシャンだか画家だかなんだかアーティストなんですよね確かいやなんかよくわからないでなんか全然普通にアーティストとなんかインテリのお父さんの、えー、なんか全然普通にインテリ家庭っていう感じなんで,、うん、でただえっ、ー、と確かヘリリタリーの時に は、あの、なんか、や、えっ、ー、と、家族にはすごいトラウマがある、みたいなことを言って。ただ、それは恐ろしいことなんで、とても口には言えない。って言われ、言って、うん。インタビューで言われました。あ,あ、インタビューしたんだ。<laughs> インタビューした。あ、でもで。どん、どん、どんなんやね、それと思っていや。あの、ほら、家族のドラマ、アメリカ人大好きじゃない、ファミリーの。はいうん、で、その、やっぱファミリーが最後の拠り所みたいなところが。 アメリカ人的にはあるんだと思うんだけど、うん、アリアスターって家族が一番怖いって映画しか作ってなくて <laughs> まあ三本だけだけどね <laughs> まあ真ん中のミッド様はまあ家族が関係なかったって最初にさあのななんだっけ、えっと兄さんだか誰だかが死んじゃう自殺してそうあだからなんか 今回もお母さんが一番やばいみたいな、まあ一番やばいのは自分なんだけど、なんかそういうのがあって、そのアメリ、いつものアメリカ人の価値観とは全然違うところから攻めてくるのが、なんかやっぱ彼の面白さなのかなと思ったの,、ま、あの他に作れないのかなっていうのはありますけどね。えお 一個？<laughs> そうそうそういやだってそ, <laughs> そういう意味からすると毎回その家族のトラウマの話なんでだからおそらくその映画を作ってあれしてるんじゃないこうなんていういやまあそういうふうにまあ分かんないですよだっ,だってそんなにさそんな、ね、にそこに凝り固まってね、うん、いる人,は人がその3時間の映画作れるかっていう話ですよいや凝り固まってるから作れるん、ね、<laughs> いやいやいや,いや いや別にこれすべてを添えて監督のトラウマとかにこう解消するのは良くないと思います。うん、映画だから映画ですか,映から映画で,映画であくまでもまあそれで分かった気になるの良くない。<laughs> 何,何さっとしてる。 まあでもそんな映画ばっかり作る彼が悪いまあそりゃそうね言われちゃうよって感じ<笑><笑>結局同じだったもんな今回は結局同じなんだもん、うん、3時間かけても同じだよ、ね、結構僕今回はねあの最初の1時間ぐらいは面白かったです割と <laughs> あニューヨークにいる間そうそうそうあのなんかあのスラップスティックコメディとして、うん、そうねあっかりがうまいしねそこは面白かったです そこから先がちょっとあんまり同じことばっかやってるんで、うん、割とうんちょっともうちょっとなんとかならんのかなもうちょっとこうこうこれつまんでつまんで,つまんでねつまんでね2時間ぐらいにすればよかったのにねまあでもオデッセイのつもりだったんじゃないまあそうなんだけどどこにも行き着かないからなあ <laughs> <そ> <laughs> う某は恐れているって「何をママを」うん、みたいなオチ <laughs> <laughs> がオチ、ま、はそれかいみたいな感じでな、うん、ただなんか演出はやっぱホラーっぽい演出が多かったっすねでもあのホアキンのその坊がなんか なんか貧乏な人なのかと思ったらすごいお母さんでびっくり途中 <laughs> あそういうまあリアリ,リアリズムじゃないからあれは某から見たら大金持ちに見えるっていうか、ね、ういう万能の万全知全能の、まあ、ど,こどこまで全能か分かんないですけど全能のお母さんだっていうことだから、うん、まあだからなんとなくあれですねまあ次もう引き出しもそろそろ。<laughs> 次ねあれも,<え>もうなんか次作ってるみたいなことはんかね自分の実体験からじゃないと映画作れないのは細田守るみたいな感じになっちゃってね <laughs> いやいやいやそのでもなん,かなんだっけこれ元があるんですよね、うん、あの短編映画があってあるのそ,うそうですそうです、うん、短編を長編化したら3時間になっちゃったっていう。 たぶんそれはね、私の。まあ、でもこれはあの毎回ね、その映画の長さの話ばっかりしてますけど、まあ、これに関しては本当に長いよ、たぶん本当、10人、中8人が長いよね、9人かな、1二人、九9人が、長いでしょって絶対言うと思うんで、うん、A24 は何を考えてたんだろうなっていうのが一番ですね。うん どううなんでしょうね見れちゃうんですかね、わかんないんですけど、その僕、一つ、最近映画やったら長いじゃないですか、どれもこれも。なんか配信の影響なんじゃないかな、配信の影響なのか、うんその、オフライン編集でみんなやっちゃうからさ、そのオフラインだとなんか長くなっちゃうんじゃないかという気がして、うん、パソコン上で切り貼りしてるわけじゃないですか、みんな、これ、うん、向こう今の映画って。今はねその 編集室に行かないでさ、うん、そのそれで長くなっちゃうんじゃないかと思っていや私はなんかあのー、配信がメインになっちゃってるから、うん、配信だったら時間関係ないじゃんでもそれでもそれだったらさ2時間だったら1日5回回せるとかさ、うんうん あのでも3時間だったら4回しか回せないから短くしてくれとかいうのが昔からの話じゃないな映画は短い方がいいみたいなところも昔からそういう価値観もあるわけだからそれなのに今はもう3時間20何分とかもう4時間後出てきても不思議じゃないぐらいの勢いなんで。まあねそと よね、だからそうなるとやっぱりんか,あ、ま、あれなんかれアップル TV だからはい、はい、最終的にアップル TV でオンエアするわけなんで、うん、オンエアとか配信するわけなので、うん、そしたら時間関係ないよ、ね。まあ、プロデューサーの方がそこそこであの時間を あんまりこううるさく言わなくなったっていうかつままなくなったのかもしれないんですけどでもドラマ剣はさ1時間半の映画の頃と変わらないわけじゃないですか実は。やっぱり単に長いだけでしょっやいいのもあるよもちろん長くて、はい、あ長くて良かったみたいな,、はい、な長くて良かったじゃないけどあ時間気にならなかったなって、うん、まあだからなんだっけその今さっき出たスコセッシのえー キラ,ムキラー・オブ・ザ・キラーブザフラーム短すぎですあ,れあれも3時間24分ぐらいあったけどあれはあんま長さがね,あねあの感じなかったんでやっぱ下手な人が長いのは作るなってことですね <laughs> で少なくとも「棒は恐れてる」はちょっと長いかなという,、うん、うちょっと長いね前半面白かったって言ってもね あの前半の引っかけとしては1時間は長すぎるわけであんな1時間あんな10分で済むよね、うん、あんな分意味のないことだからやってるのそうそうずっとだからスラップスティックって感じでしょあれでもうさ別にホアキンのス,あのスッポンポン見たって嬉しくもなんともないしさ <laughs> <laughs> なんかなーとか思っちゃうよね誰かやっぱりこう

分数ばっっかかり言ってるから長さばかりで、はい、やっぱり一日私の中では一日24時間なんですよ。はい、なんか一日48時間の人がいるみたいですけどだ <laughs> から24時間を有効に使いたいなって思ってるんですいません。で、はい、来月,来月、えー、今週,今週次回はですね次回は今週木曜日, 2>, 木曜日2月29日、えー、午後6時。 18時からちょっといつもより作品もいっぱいあるのでちょっと長くなるかもしれないので90分とかなるかもしれないんで、うんはい、なぜ9本ノミネートされてますからね全部やる全部っていうかいくつか見れないのもあるんですよねなんか2本なんかコメディみたいなのは見れないけど、うん、あとは一応全部見ましたよ偉、まあはいさすがです見たなかなか人生に関係ない映画が多くて大変だった。<laughs> まあ、なんかね、今年はもう、なんか決まってるような感じもしますね。いやいや、そこら辺の話は次回、今週やり直そうと思いますので、ぜひ見てください。そして、よろしければコメント、チャンネル登録、高評価をお願いします。高評価ですよ。いいよっていうところ、ぴゅと押して。 きゅッと押してね。はい。えー、<で>何とぞよろしくお願いします。はい。で、来月もまたこれは。はい、あ、これね、あとこれこれ。あ、忘れてた。忘れてたね。忘れて、<の>ダメです。忘れおしーさんの本。えー、絶賛発売中。絶賛発売中です。あの、このエロい表紙が書いた梅津画伯のインタビューがこのテレビブロスに載ってます。 なぜこんなエロくなったのかっていうのは私のせいだったっていうことが判明しましてね <laughs>、えー、マキさんが言ったんだよとか言われて <laughs> えー、私っ私みたいな感じで <laughs> すいません聞いてみるもんですよね <laughs> っていう内容がここに載ってます。はい、あと何だっけ何かあったねもう一個言ってってなかったあれ 星一星一あ、今回星一人。いやいや、いや、ちょ、これマを、まあ、私がやってんの。私がやっちゃ。再来月じゃないですか。そうか。私の、アーガイル。アーガイル。一人はアーガイルで。映画のインタビューは、アニメのインタビューでしたね。ちょっとタイトルが、覚えられないんで、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 で。っていう。の監督、黒川さんのインタビューが。 はい。ます。まあでも割と評判のいいこの沈黙の艦隊？うん。艦隊。艦隊。戦艦じゃないよ。それはセガール。それはセガール。わ、間違えたよね。これはセガール出てない。セガなんか評判がいいみたいで、まだ私は見てないですけど。えっとネットフリだっけ？ネトフリから借りて。いや、アマゾンプライムです。アマプライム。アマプラです。アマプラ。はい。アマプラ。 値上がりしないっていうアマプラです。<laughs> はい、そういうわけで、来月もやります。三月下旬に今度は邦画で話題の四月になれば彼女。なんと変な家。サイモン＆ガファクに金を払えと。あ、そうなのね。ううそうね。 なんかよくわかんないんですが、私はここら辺が、いやいやんちょっと見てみようかなと、いう感じです。あと、デューンとオッペンハイマー。が長い映画がね。長い映画が目白押しで。長いがきますね。デ、はい、ューンは長くても平気でした。<laughs> <laughs> したはい、はい、では、そういうわけで、今日もありがとうございました。